はい、こんにちは。マイゼンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん。ヴィレッジヴァンガードで見つけてきましたね。マインクラフトのこちら、キーホルダーですね。うん。はい。一つ、1500円と、非常に高いキーホルダーでございます。これね、絶対アメリカだとね、こんな高くないと思うんだよ。うん、日本に輸入しているから高いと思うんだけど、高いよ、1500円って。中にはこういったキャラクターが入ってるみたいだね。スティーブ、スケルトン、クリーパー、ゾンビピックマン。これはゾンビ？牛、羊、豚、あと剣とツルハシ。この辺もあるんだ。うん、あ、でも剣とツルハシ正直いらないね。うん、この辺りまでかな。うん、この辺りまでが出てくれればいいかなと思いますね。うん、はい。ダイヤ装備のスティーブ、あとアレックス、オシェロットってやつ、うん、あとマッシュルーム、あとオオカミでしょ、うん、あとイカ、ゴースト、うん、あとエンダーマン、チェスト、ネザーゲート、うん、なかなかいいね、うん、以上の10種類ずつが入ってるみたいですね、うん、じゃあ早速開けてみたいんだけども、その前にですね、他にも買ってきたんだよね、うん、これが、マインクラフトのステッカー、ゾンビとクリーパーとスライムが入ってるステッカー、これはねパパのパソコンに貼りたいと思いますね、うん、あとこれ、マインクラフトのカードも買ってきましたね、うん、このカードね1パック680円だって、もう高い。このステッカーちなみに480円高い。全部合わせて何年だった？結構した。ちょっとごめん、今計算できねえわ。結構しましたね。よし、じゃあどうしようか。カードから先開けちゃう？そうだね。うん、あ、何枚か入ってる。あ、そうだね。3枚くらい入ってるね。あ、え？どういうことこれ？まさか、組み合わせるってやつ？あ、違う。ああ、なるほど。これ、あれだ。あ、後ろが組み合わせで、そうそうそう、前がステッカーってやつか。そう、これステッカーなんかな。ステッカーかもしれないね。オオカミ出ました。これしかもキラだね。うん。うん、で、これが、お、これなんかマップ、あ、違う、これラインナップ表か。ラインナップ表ね。ああ、なるほど。こういうラインナップがあるみたいですね。うん。はい、それで、あ、これ村人さん。うん。はい。これもまた、オオカミ。え？これはなんかなるのかな、裏つなげるとね、うん、なりそうな感じだけどならなさそうな感じ、つながんないね、うん、こっちとこっちつながる。なるほど、これはステッカーなの？ステッカーだね。ステッカーだ、ステッカー。あ、だけど下にも同じのが書いてある、うん、あー、あー、よかったよかった。だから、うん、剥がして貼っても大丈夫だ。そうだ、二重構造になってるみたいだね。あ、いいじゃんいいじゃん。なんだ、よかった、うん、いい、これいいよ、うん、じゃあ次2パック目開けますね、はい、せーの、パパ開けていい？うん、はい、せーの、よいしょ、はい、おー、なんかクリーパーのあれみたいだね。あ、雲か、スパイダーだ。ととお、ゴーレム、ゴーレム、はいはい、のみの、これがブラインナップ表で、あ、これマッシュルームって、あの牛だね。うん、マッシュルームだ、うん、はい、はい、ではお待ちかね、こちらのキーホルダー開けていきましょう。はい、何狙いますか？やっぱりスティーブとかスケルトンとかクリーパーとかそのあたりだね。うん、うん、人形とか。そうだね。せーの、パパ開けちゃっていい？うん、よいしょ、じゃあシーズン2ちゃん開けてね。はい、何が出ますでしょうか。ほい、お、お、あれ、お、え、これを剥がす、いくぞ、せーの、ほい、あー、豚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 か、豚だ。あ、でもちゃんと足動く。うん、で、あ、顔も動く。本当だ、後ろ足も動く、うん、いいじゃん、うん、いいね。なるほどね。ただこの辺がプラスチックなんで、カバンとかにつけとくと、もしかしたら取れちゃうかもね、うん、割れてね、うんうん、はい、ピッグ、豚が出ました、うん、うーん、スティーブとか、やっぱダイヤモンドスティーブかな。そうだよね、ダイヤモンドスティーブお願いします。はい、ダイヤモンドスティーブ、はい、いくよ、うん、せーの、お、なんか違う、なんか違うぞ。せーの、うわ、ジェスト、ジェスト、ジェストだ。しかも開く、これ開いた、開いた、開いた、開いた。小物入れにはなりそうだね、うん、でもこジェストが出てしまった。ちょっと人形タイプ出てほしかった、ね、これはまあまあよかったね。これ嘘って感じ、こんな感じだね、うん、あ、でもここ置いとくと、ほら見て、なんかマイクラっぽい。あ、そうだよね、うん、いいね、うん、はい、ということで今回はヴィレッジヴァンガードで買ってきましたマインクラフトのグッズでした。